んでまたパーティー会場に戻ってこさせたんだ。今からスピーチのリハーサルするんで、それを聞いてください。それよりどうだこの俺らの努力の結晶。えい、ヤマメ、説明させてあげるよ。はい、皆様の右手に見えますのが、あの例の夫婦に頼まれたバラの花でございます。そして左手に見えますのが、かのサグラダファミリアとも比べられます我らが自慢のシャンパンタワーです。1回目の方が綺麗でしたね。これはサグラダファミリアっていうよりか、ピサの里だろ。黙りなさい！お待たせしました。先輩、どうにかなりそうなんですか？あー、どうだろう、ほぼぶっつけ本番。あとはマジロに任せるしかないよね。あー、マジロ先輩大丈夫かな。それでは皆さん、リハーサルを始めます。おまれみなびっくりめっす。なんとか完成しました。やっとに来てくれた人たち、ありがとうございました。おーい、なんとかばあちゃん引っ張り出してきたぞ。結局お前し何もしてないだろ。これで全員揃いましたね。それでは皆さん、気を取り直してマジロのスピーチを聞いてやってください。マジロ、皆さんこんばんは。全乗組員を代表して皆様をこのプラチナムーンパーティーに歓迎いたします。また本日予定の港に停泊できなかったことを深くお詫び申し上げます。今先輩、今このパーティーが当たり前のように始まったその裏側で、一体どれほどの乗組員の努力があったかをお客様はご存じないと思います。想像すらできないかもしれません。でもそれでいいんです。だって我々乗組員は今夜お客様に楽しんでもらいたい、その一心で今日一日働いてきました。お客様方がこうしてこのパーティーに足を運んでください。シャンパンで喉を潤し、ここに並ぶ料理を味わい、そして笑顔になる。不思議なもので、今この瞬間、今までの緊張や苦労がどうでもいいこととなるのです。同じ船に、マジロ、同じ船に乗り込むことがなければ出会うことがなかった100名以上の人間が、今夜こうして同じ場所で同じ時間を共有する。これはとても奇跡的なことだと僕は思います。僕は今日、一人ではここに立つことすらできませんでした。でも今ここに立って喋っています。それは、一緒になってこのパーティーを成功させようとしてくれた仲間がいたからです。隣の人の顔を見てみてください。知らない人、友達、家族、そして夫婦、様々な人がいるでしょう。でもそのどの出会いも、とてもありがたく素敵なものだと僕は思います。今隣に一緒になって笑い合える相手がいるということは普通のことで、でもとても美しく素晴らしいものだと僕は思います。だからこそ一緒に過ごせるこの時間を大切にしなければならない、僕はそう思います。そして我々乗組員にとって何より嬉しいことは、お客様方がこの船を下船なさるその時に、この船で過ごした時間が人生の中で特別なひとときだった、そう思っていただくことなのです。ですからどうか今夜のこのパーティーを全力で楽しんでいってほしいのです。我々乗組員がその気持ちに全力で応えます。やべえ、開始まであと1分。1分足りないから最初からみんなで伝えてくれ。はぁ、お願いします。俺も全員ご注意つけ。あと10秒で開場します。ちょっと私ら接客なんてできないよ。せめて全員だけ教えろ、そんな時間ない。はい、3、2、1。ようこそお越しくださいました。今夜は楽しんでいってくださいませ。旅行に行こう。
ートよろしければアンケートを、ご記入いただけるとありがたいです。役者面会はその通りで行っておりますので、少しお待ちください。また、本公演はカンパセになっております。よろしければお気持ちなどよろしくお願いします。またこの公演には、たくさんの人々の力添えがあったので、本日、初日を迎えることができました。改めて、これを見せていただきたいと思います。本当にありがとうございました。また最後に、本日ご来場いただきました皆さんに、本当にありがとうございました。忘れ物なきよう、お帰りください。本日はご来場ありがとうございました。